よう、おはようさん。昨日の夜中の、見たの。誰だかいまいち分かんなかったけど、あれに映った以上ほっとけない。とにかく放課後、様子見に行こうぜ。熊からなんか聞けるかもしんないし。また誰かが放り込まれたんだとしたら、やっぱマジでいるのかもな、犯人。被害者が死ぬ直接の原因は、あの世界のせいかもしれないけどさ、あの世界を凶器として使ってる奴がいるなら、許せないよな。だからさ、絶対、俺たちで犯人見つけようぜ。だって、警察が捕まえられるか？人をテレビに入れてる殺人犯なんてさ。そっか、お前がそう言ってくれんなら心強いよ。実は昨日さ、俺んちのテレビで試したら頭突っ込めたんだよ、お前みたいに。俺が一人でテレビに入れたの、あの力が目覚めたからかもな。ペルソナだっけか。もしかすると事件を解決するために俺たちが授かったもんかもしれないよな。けどテレビに入るのもペルソナもお前が最初にやってのけたんだよな。お前となら犯人見つけてこの事件を解決できそうな気がすんだ。ま、よろしく頼むぜ。能力は心を寄せる力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。昨日は悪い、心配させて。そんなことより、ユキコ、まだ来てない？え？あ、天城？さあ、まだ見てないけど。嘘、どうしよう。ねえ、あれってやっぱ本当なの？その、真夜中テレビに映った人は、向こう側と関係してるってやつ。まあ、今ちょうどその話しててさ、後で確かめに行こうかって。昨日映ってたの、ユキコだと思う。あの着物、旅館でよく着てるのと似てるし、この前インタビューを受けた時も着てた。心配だったから夜中にメールしたんだけど、返事来なくて。でも夕方頃にかけた時は、今日は学校来るって言ってたから、私、分かったから落ち着けって。で、メールの返事はまだないのか？うん。それどういうこと？まさかユキコあそこに入れられたってこと？分かんねえけど、そういうことなら
とにかく天城の無事を確かめるのが先だろう。里中、天城に電話。どうしよう、留守電になってる。出ないよ。マジかよ。じゃあまさか天城はあの中に。やめてよ。きっと他に何か表示とか。あ、旅館の方で手伝いしてるかも。そしたら携帯出れないと思うし。手伝いって学校休んでか。とにかくかけてみる。天城屋旅館は、ゆき子、お願い。よかった、いたよ。あ、そっか。なんでもないっす。また後でメールするから。よかった、ゆき子いたよ。急に団体さんが入って手伝わなきゃいけなくなったって。あー、そういや今までも年に1回くらいはこういうことあったっけね。明日もずっと旅館の方にいるって。って花村、いらない心配しちゃったじゃん。てか全然無事じゃん。まさか天城はあの中にとかってさ。まったく悪かったって。けど俺らもそう思いたくなるわけがあんだよ。どんな？俺たち真夜中テレビに映るのはあっち側にいる人だって思ってたんだ。だってそうだろ、テレビの中にいるからテレビに映っちまう、いかにもありそうじゃん。でも天城はちゃんと現実にいる。どういうことか確かめた方がいいかもな。よし、放課後ジュネスで待ち合わせようぜ。俺準備して先行ってるな。まあ、俺の痛い体験とかその辺はいいからな。そんな話普通絶対信じないよね。実際にあの中見てなかったら。まったくだぜ。で、とにかく中の様子を知りたいわけなんだけど。なんとかクマくんの話聞けないかな。なんで今日に限って客がこんなに。そういや今家電はセール中だっけか。そうだ、ちょっと来てみ。なあ、手だけ突っ込んで呼んでみね。どうせクマ入り口でうろうろしてんだろう。里中、お前はこっちね。俺と一緒に壁やって。壁？でかいって。歯型ついてるし、ちょ、大丈夫？よかった。もうクマの仕業だな。おい、クマ吉、そこにいいんでしょ。なになに、これ何の遊び？遊びじゃねっつの。今、中に誰かの気配はあるのか？誰かって誰？クマは今日も一人で寂しん坊だけど。むしろ寂しん坊いだけど。うっさい！けど、誰もいない？本当に？あ、嘘なんてつかないクマ。クマの鼻は今日もビンビン物語クマ。
私やっぱりユキコに気をつけるように言ってくる。土日は旅館が忙しいだろうから一人で出歩いたりしないと思うけど。そうだな、月曜一緒に来るんだろう。うん、家まで迎えに行く。もしかしたら今夜の真夜中テレビでまた何かわかるかもしれない。全部勘違いならいいんだけどな。今日見たら電話するわ。携帯の番号教えてくれ。じゃあ今夜見るの忘れんなよ。やっぱこれ以上は出なそうっすね。犯人に直接つながる物証はなしか。まだ殺しと決まったわけじゃない。殺しですよ絶対。あんな痛い事故死なわけないですって。まあな。警察でも死の状況をつかめないのに同じ格好の仏が2つ。これで殺しなら鉄板で同一犯による連続殺人だな。けどだとするとどういうことだこれ。最初は三角関係のもつれに間違いないって思ったんですけどね。事件当時歌手の柊木美鈴は海外公演中でアリバイが固い。通話記録もある。というかそもそも愛人問題がメディアに出たのは美鈴本人が会見で暴露したからだ。これから殺そうってのにわざわざ自分に疑いが向くようなことを言うやつはいない。ですよね。旦那の生為太郎にしてもいくら揺さぶっても何も出てこないしな。やつはここ半年は中央で仕事をしていた。スキャンダルで最近町に戻ってきたらしいが、事件当時は市外の議員事務所に詰めてた。もちろん山野真由美の死んだ日もだ。泊まり込みで作業していたと裏が取れてる。おまけに山野の方にも失踪前後に生為と接触した形跡は全くないと来てる。この事件で騒がれたせいで生為のやつ必勝クビになってますからね。生き残った関係者の中じゃむしろ一番の被害者じゃないですか。ああ確かにな。しかも2件目の小西咲、最大の接点は遺体発見者ってところだが、口封じとしちゃおかしい。小西の死は1件目が世に出た後だし、それにあの遺体隠すどころか見てほしいってことだ。他のつながりって言いや、会社の山野が死の前に滞在した宿の娘と同じ高校ってくらいか。だが動機と全然絡まねえし、こんな人の少ない田舎じゃそんくらいの偶然はあるですね。ニュースで見たっすよその辺。何？宿の話もう出てんのか。よし、わかった。やっぱあれじゃないですかね。遺体の状況に僕らが見てもわからない小西咲だけにわかる何かがあったとか、口封じしたかったんですよきっと。ともあれ今は会社周りをしつこく洗うしかねえが、犯人町の人間だな。あ、出ましたね刑事の勘。you
私、天城ゆき子がナンパ。逆難に挑戦してみたいと思います。題して、やらせなし突撃逆難、ゆき子姫の白馬の王子様探し。まっちゃん本気。見えないとこまで勝負しよう、ハートみたいなね。もう私用のホストクラブをぶっ立てるぐらいの意気込みで、じゃあ、行ってきまーす。おい、見たか今の。天城だよな。顔本人だったし、つか名乗ってたぜ。けど言ってることおかしくなかったか。しかもなんかバラエティ番組みたいな。なんだこれ、今までのもこうだったのか。どうなってんだ一体。そうだな、あいつから天城に連絡してもらおう。明日は日曜だし、朝一でジュネスに集合な。